私はリサ、女子高校生。私には女子高生にはありがちな悩みがある。よう、リサ。一つ上の先輩、名前は陽一。私の悩みの種。はあ、また振られたわ。いや、もう少し悲観的な顔したらどうですか。私の悩みは、好きな人が私に恋愛相談をしてくること。デートしたはいいけど、全然うまくいかなくてな。喧嘩続き、その日のうちに別れたわ。レンタル彼女とデートする方が長続きしそうですね。人と話すのが苦手な私に、いつも話しかけてくる先輩。昔から本を読むのが好きで、人と話すのは得意ではなかった。知識ばかり蓄えて、それを誰かに話す機会なんて全くなくて、そんな私が唯一饒舌になるのが先輩と話すとき。先輩は顔がいいからやたらモテるが、性格が残念なのか、誰と付き合ってもうまくいかない。そんな彼は、恋愛の相談なら女にするのが一番と私のところにやってきては愚痴をこぼし、アドバイスを求めてくるのが日課となっていた。彼曰く、一人の人と長続きしたいそうで、そのためにもいいアドバイスをくれと私を頼ってくる。本当はこの関係から一歩踏み出したい。だけどなかなか踏み出せない。そもそも恋愛相談を私に持ちかけてくる時点で、私は恋愛対象ではないのだろう。たまにそれとなく好意は伝えてみたりはするが、絶望的に彼は鈍く、私の好意に気づく気配はない。それも恋愛対象じゃないからこそかと思う。まあ実際レンタル彼女雇って直接デートのアドバイスしてもらう方が今後の勉強になるかもな。どうしよう、チャンスな気がする。行ってみようかな。わざわざお金かけなくても手頃な女友達に頼んだらどうですか。うん、俺女友達全然いないからな。ダメだこいつ。もう私が好きとストレートに伝えても、次、俺花粉症だから嫌いなんだよねくらい言いそう。そのくらいダメ、鈍すぎ。自分で話してて、なんで私がこの人を好きなのかわからなくなってきた。いや、ダメなのは私か。こうやって回りくどいことばっかり言ってるからダメなんだ。私は友達に該当しないんですか。え、私に頼めばいいじゃないですか、デートの手ほどき役。え、いいの？マジ？そういうのやらない人かと思ってたわ。今まで散々恋愛相談に真摯に乗ってきた人に対して何ですか、その言い草は。じゃあ、明日土曜日ですし、空いてます？空いてる空いてる。わかりました。じゃあ帰ったら集合時間と場所を LINE しますので。態度は冷静に、心の中でガッツポーズ。私はにやけるのをこらえながら帰り支度を始めた。すみません、お待たせしました。デートの練習当日、5分前に集合場所へ向かうと、すでに先輩が待っていた。おお、遅いぞ、待ちくたびれたぜ。ん？なんだよ。3点。5点満点？100点満点に決まってるじゃないですか、おバカ。なんなんだよ、何が3点なんだよ。仮にも時間より少し早めに来た女子に対して待ちくたびれたはナンセンスですよ。そうそう、今日の私は手ほどき役。心の中では待たせてごめんなさい、私も少しでも早く会いたかったくらい言いそうなのだが、こらえて冷静にしろ。というか、そういうこと言うのは私のキャラじゃない。だって待ったのは事実だし。女子は準備が多いんですよ。化粧、ファッション、デートのために気合を入れてくるんです。相手に少しでも可愛く思ってもらうために。その準備に時間をかけてきた女子に対しての気遣いは必須ですね。ああ、なるほど。納得してるんだかしてないんだか、生返事に聞こえますよ先輩。楽しみだったからつい1時間も前に来ちゃったんだよな。聞こえないふり、聞こえないふり。この人は本当に裏表がない。発言も行動も素直すぎる。こんな彼の言葉一つ一つに踊らされていたら心が持たない。全部思わせぶりなだけだから、どんどん女が寄ってきてはすぐ離れる。分かってるんだそんなこと。俺もう決まったよ、呼んでいい？先輩、私まだメニュー見てますよ。リサもメニュー選ぶの遅いんだな。ていうか女の人ってメニュー決めるの遅くない？選ぶことも含めて楽しみなんです。せかす男は嫌われますよ。男は食べることが楽しみだからさ、早く注文したいのさ。はぁ、こういう時は女子と一緒にメニューを眺めてあれこれお話しするのがベターというものです。大丈夫リサ。死ぬかと思いました。
あれくらい大したことないって。説教が嫌いな女子を無理やり乗せるのは万死に値します。いや楽しかったな、リサ。まあそうですね。一日が終わる。先輩と私の今後ないであろう一日が終わる。どうした？なんか暗いな。いえ、いつも通りですよ。今後なくていいのかな。本当はこれからもこういう一日が欲しい。先輩と楽しく出かけられる権利が欲しい。でもさすがリサだな。え？おかげでデート力がかなり向上した気がするぜ。これで次の女とは少しでも長続きしそうだな。毎回毎回私のアドバイスを真に受けて、そのアドバイスを別の女に実践して、コッパみじんになって私の元へ戻ってくる。今日私としたような楽しいデート、他の人ともするのかな。それはやっぱりやだな。あの、ん？立ち止まる。先輩も立ち止まって私の方を振り返った。今後ですけど、言うんだ。これから行って、一歩これからも何かあったら私に相談してくださいね。おう、もちろん。踏み出せなかった。踏み出せるわけないんだ。もし私がこれで先輩に思いを伝えて付き合ったとして、今まで彼が私に恋愛相談してきた不造無造の女と同価値になるのが嫌なのだ。彼が相談してくるのは私だけという特別感が結局私をがんじがらめにしている。告白すればその特別は消える。私が彼にとっての特別ではなくなる。リサと話してるといつも楽しいけど、一緒に遊びに行くのはもっと楽しかったよ。ありがとな。今までしてきたデートの中で一番楽しかったかもしれない。やっぱりリサは最高だな。よどみのない笑顔とよどみのない言葉、好きも嫌いも素直にそのまま表現できる彼の言葉、やっぱり私は大好きで大好きで仕方なかった。だから私は随分大変な思いさせられましたけどね。私は好きも嫌いも素直にそのまま表現しない。これからも彼の特別でいたいから、臆病で卑怯な私にできる唯一の愛情表現。相変わらず冷たいなお前。相変わらずだから冷たいんですよ私。いつかこの関係が終わるその日まで、私の愛は変わらずあなたのそばに。